はい、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今日は4月4日の日曜日です。はい、こちら新潟上越の桜も満開になっていまして、昨日おとといととても天気が良かったので、絶好のお花見日和でした。皆さんのところはいかがですか。で、今日はですね、朝から少し雨が降っていますので、桜の花びらもこう濡れてしまっていますので、まあちょっと散るのも早いかななんて思っています。で、先日キャロットケーキの、動画を配信させていただいておりますが、皆さんたくさんの方に見ていただいてありがとうございました。キャロットケーキってね、すごく昔から作られていますし、いろんな作り方や配合レシピなんかもたくさん出ているので、こんなのみんなもう知ってるかなと思っていたんですけれども、まあ、季節的にね、イースターが近くなるとこのキャロットケーキが食べられるということで、最近ですね、魚沼のこの雪の下に育っている雪下人参っていうのがあるんですけれども、それをたくさんいただいたので、人参のレシピがね、こう結構続いているんですけれども、それをケーキにしてみました。で、私の配合は、人参がとっても多いですし、あとはお砂糖と油分が、かなり少なめになっています。なので、食べるとね、すごく甘いのが好きな方にはちょっと物足りないかもしれないなと思うんですけれども、でもその中にくるみをね、結構入れていますので、その食感で、とってもね、美味しくこのリズムカルに食べていただけると思っています。で、焼き上がりも結構膨らみますし、人参がたっぷり入っていてもふわふわに仕上がります。で、動画の中でもお話ししているんですけれども、人参から出た水分は入れないでくださいっていうことをね、言っています。その水分が入ってしまうと、やっぱり生地がどんと重くなって、重くなった生地が下にこう固まってしまうことがね、多いんですよね。なので、すりおろすときはできるだけ粗くすりおろす、もしくは細かくみじん切りにしていただいてもいいかもしれません。で、フードプロセッサーやミキサーがある方はガッとね、数秒ですね、細かくかけていただければ、そのまま入れていただけるので便利だと思います。ということでね、いろんなポイントをご紹介しているんですけれども、ただひたすらどん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 混ぜればいいだけのケーキですので、簡単に作れるんですけれども、ただ最初の卵を混ぜる、で、砂糖を混ぜる、それから油を混ぜるっていうところですね、そこを結構しっかりめに混ぜていただくと、次の人参と粉類がまんべんなくきれいに混ざるんですよね。なので、そこのところはしっかり、動画の中ではとろみがつくまでっていうふうにお話ししていますが、しっかり混ぜていくとちょっとね、とろっとしたような状態になってくるんです。で、そこまでしっかり混ぜていただいたら、次に人参を加えて、人参は水分があまり出ないようにさっくり混ぜる。で、そして粉類はしっかり混ぜる。そして、あとは型に入れて焼くだけですね。で、今回はその最後の生地ができた時にくるみを入れていますけれども、レーズンとか、それからホワイトチョコレートがね、意外と合います。甘いのが好きな方はぜひ試してみてください。で、加えているお砂糖は結構きび砂糖が私お気に入りなので入れていますけれども、黒砂糖もね、すごく人参に合います。あとは蜂蜜とか、もちろん、白砂糖でも十分ですし、グラニュー糖でもいいです。使いやすいお砂糖を使ってみてください。あとはダイエット中の方なんかはダイエットシュガーでも作れます。お砂糖の種類は何でも大丈夫ですし、人参の量も 150g 入れてますけれども、それより少ない場合には全然少なくても大丈夫です。限界が 150g ということで調節をしていただければいいかなと思います。で、600ml 入るパウンド型に入れて焼いているんですけれども、この型はですね、100円ショップのセリアのパウンド型です。なので、皆さんもし気になるって方はね、100円で買えるので、よかったら一度使ってみてください。型の金属のところがすごく薄いので、熱が伝わりやすくって、意外とね、重宝しますので、試しに使うのにはすごくいいかなと思います。そして、今回は180度のオーブンで
30分から40分をかけてしっかり焼くっていう風にお話ししていますが、30分ぐらいで一度ですね、竹串を刺して生地のドロドロっとしたいうのがついてこなければ焼き上がりです。ですので、30分でついて生地がついてくるようならもうちょっと時間を延ばして焼いていただければいいですし、そのオーブンによって熱の上がり方の悪いものもあるので、なかなか膨らまないっていう方は少し温度を上げていただいても大丈夫です。で、動画の中ではマフィンカップで焼くっていうのも、大丈夫ですよっていうお話ししていますが、小さな型に分けて焼いていただいても切り分ける必要がないのでね、時間も早く焼けますのでおすすめです。生地の中には今回スパイスを3種類入れていますけれども、カルダモンとクミンとシナモンですね。私クミンがね結構好きで、いろんなものに入れているんですけど、サラダとかにねトッピングしても美味しいですし、一つあると便利かなと思います。で、スパイスが苦手っていう方はもちろん入れなくても大丈夫ですので、気軽に作っていただきたいと思います。お好きな方はいろいろ組み合わせていただいてもいいですし、1種類だけでもいいですので、本当にねこの好きな味にどんどんアレンジしていただきたいケーキです。生地が冷めてから表面にですね、今回はチーズフロスティングっていうのを塗っているんですけれども、これはねアイシングの代わりにクリームチーズを、アイシングしたようなものなんですけれども、それを生地の表面にたっぷり塗って、食べるっていうのが結構1970年ぐらいのアメリカでかなり流行したというふうに言われています。粉砂糖を表面に振ったり、あとはこうアイシングですね、お砂糖を溶いたものをかけたり、いろんなパターンがありますけども、お気に入りのキャロットケーキを見つけていただければいいんじゃないかなと思います。でもすでにね作ってくださった方が何人もコメントしてくださっているんですけれども、本当に甘さ控えめなので次回は砂糖を増やそうと思いますとかですね、あとはスパイスもなんかいろんなの試してみますとか、本当にこう作りながらね味、自分の好きな味にどん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 アレンジをしていただけるといいんじゃないかなと思いますし、中に入れるくるみの他にもいろいろ自分のお好きなものをね入れていただいて、おやつやそれから朝食なんかにね美味しく食べていただければと思います。ちょっとね電子レンジで温めるとまたふわふわとなって美味しいんですよね。まだ作ってないっていう方はぜひ試してみてください。はい、今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。皆さんからの感想や質問コメントまたお待ちしています。皆さんにとって楽しい一日であることをお祈りしています。さようなら。